正義は我らにあり、進め。よし、行くよ。行くぞ。任せて。ここは見覚えがあるぞ。元いた場所に戻ってしまったのか。気のせいだって。森の中なんてどこもこんな感じだろ。ちょっとよく見回してみなさいよ。本当に元の場所に戻ってきてるわ。あのスライムなら何か知っているかもしれません。話を聞いてみましょう。行くぞ。また戻ってしまいましたぞ。
奴ら、こんなとこで待ち伏せしてたってわけ？行ったり来たりには飽き飽きしてたんだ。よし、やってやるぜ。上場だな。知るがいい。アルテラソード。終わりだな。任せて。任せろ。よし、行くよ。行くぞ。任せて。頼んだわね。やった、頑張れば何だってできるのよ。行くわよ。親玉だか親分だか知らないけど、たった一匹なら楽勝よ。気を抜かない方がいい。他に仲間がいないとも限らないからだ。行け、森の怒りを見せてやれ。魔物の親分をぶっ飛ばしてやったぜ。まったく、お前はブレずに暑苦しいな。え？もう少し大人としての品格を身につけたらどうだ。大人の品格な。けどお前だって無理してカッコつけてるだけで、中身は俺と似たようなもんだろ。やはり俺の美学はお前にはわからんか。常に冷静を装えるのが大人というものなんだぜ。ちょっと、そんな無駄話してる暇はないでしょ。さっさと先に進むわよ。同感ね。こんな君の悪いところ、早く何？何だって言うのよ。別の匂いが近づいてくる。こいつ、仲間を呼んだみたいだぞ。来るぞ。へえ、俺たちの一撃を受け止めるとは、それなりに骨のありそうな奴らじゃねえかな、あテリー。少なくとも退屈はしなくて済みそうだな。どうなってるの？あなたたち人間よね？もちろんだけど、人間が魔物の味方しちゃいけねえって決まりもねえだろ。この森の魔物に悪さする奴は許さねえ。覚悟しな。この森の魔物たちに随分なことしてくれたみてえだな。ちょっと待ってくれよ。俺たちは別に悪さなんか。しらばっくれよったって無駄だぜ。力づくで正体を暴いてやるよ。もうこの世界では人の話を聞かずに襲いかかるのが常識なのかしら。いや、そんなことはないんだけどね。あんたたち、なかなかの腕じゃないか。一体どこの出身だい？俺に勝てたら教えてやるさ。まあ、俺に勝てる奴なんかいないけど。別に出身ぐらい教えてもいいだろう。まあ、それは白黒つけてからでも。Heh.
それなりにできるようだな。だが次はおめえら強えな。よし、やめだやめ、ここまでにしとこうぜ。おい、勝手に仕切るなよ。ここからが楽しいところなんだぞ。いやいや、てるよ、これ以上やっても意味ねえだろ。こいつらはお目当ての人間じゃなかったんだしゅ。まあそれはそうだが。お目当ての人間、それってこの森の魔物に悪さをしたっていうやつのことだよな。一体この森で何が起こってんだ。ああ、ちと妙な話なんだがな、こいつが言うには最近この森の魔物たちがごっそり消えちまったらしいんだ。魔物が消えた？そいつらの行方もどうしていなくなったかも皆目わからねえ。ただことが起こる前に怪しい人間が森をうろついていたらしい。となりゃその人間とやらが魔物たちの失踪に関係してると思うだろう。そこへタイミングよく私たちが来たというわけね。ふっ、私に濡れ衣を着せるだなんて失礼しちゃうわ。そうプリプリするなってお嬢ちゃん、疑っちまって悪かったな。けどあんたたちだって人間だろ、どうして魔物たちに襲われなかったんだよ。もちろん俺たちも最初は襲われたさ。でこいつテリーと一緒にコテンパンにしてやったんだ。けどその後なぜか魔物がテリーに懐いちまってな。俺もなんとなく情が湧いちまってさ、残ってる魔物としばらく一緒にいてやることにしたってわけだ。へえ、すごいじゃないか。この森の魔物は手なずけるのが難しいことで有名なんだよ。昔からなぜか魔物に好かれることがあるというだけだ。そんなことよりここは一体どこなんだ。俺たちのいた世界ではないようだな。え、そうなのか。ああ、ここはクレティアの国境付近だ。クレティアという国の名に聞き覚えはないか。クレティア、うん、いや聞いたことがねえ。そういえばこの森に入ってからどういうわけか方角が分からなくなっちまったんだよな。これってトルネコさんやマリベルたちと一緒だな。じゃあこの二人も別の世界から来たってことだな。別の世界か、うん、細けえことはよく分からねえが、つまり俺たちは迷子で同じような境遇のやつがお前たちの仲間にいるんだな。ええ、そうよ。なら俺たちも一緒に連れてってくれよ。いつまでもここにいるわけにもいかねえからな。それにこの世界に詳しいやつと一緒なら魔物をさらった犯人もいなくなった魔物の行方もわかるかもしれねえな、テリー。そうだな、この世界の人間と行動を共にした方が何かと都合がいいはずだ。こっちとしてもそうしてもらえるとありがたいよ。今ちょっときな臭いことになっててね、腕の立つ仲間は大歓迎さ。なら決まりだな。そうとなれば早速出発だ。あ、俺はハッサンで、こいつはテリー、よろしく頼むぜ。おっと、こいつが目を覚ましたら寂しがるだろうから起こさねえように行こうぜ。